本部のカールトンハウステラス王立学会は1660年にロンドンで作られた民間の科学に関する団体である。自然についての知識を改善するためのロンドン王立学会のことである。他の日本語訳として王立協会、王人学会がある。結成以来現在まで続いており、最古の学会である。ロイヤルという名前は1662年に、 チャールズ二世の直居を得て、法人格を得たため付けられたが、国王、または女王はあくまで守護者という位置づけで、フランスの王立パリ科学アカデミーと違って、国庫の補助はなく、1850年に政府の補助金を得るまで、会員の回避によって運営されていた。王族フェロー、名誉フェロー、外国人フェローを含めて2016年の時点で、約1600人のフェローがおり、 会員は、王立学会フェローを名乗ることが許可される。1645年頃、イングランド内戦の影響により、オックスフォード大学から研究の場をロンドンに移し、実験哲学に関する活動を始めた数学者、ジョン・ウォリスら10名程度の討論グループが、王立学会の起源となった。正式名称は、ザ・プレジデント・カウンシル・アンド・フェローズ・オブ・ザ・ロイヤル・ソサ o ティ・オブ・ロンドン・フォー インペルービーム、ナチュラルナレッジ。この会は民間科学団体ではあるが、イギリスの事実上の学士委員として、イギリスにおける科学者の団体の頂点にあたる。また、科学審議会の一翼を担うことによって、イギリスの科学の運営及び行政にも大いに影響を持っている。1782年創立の王立アイルランドアカデミーと密接な関係があり、 1783年創立のエジンバラ王立学会とは関係が薄い。17世紀以降の著名な科学者の多くは創立メンバー、または会員になっている。王立学会フェローには FRS という称号がつく。最初期の主要な会員にはロバート・ボイル、ジェーン・イーブリン、ロバート・フック、ウィリアム・ペティ、ジョン・ウォリス、ジョン・ウィルキンズ、トーマス・ウィリス、クリストファー・レンなどがいる。 万有引力の法則の発見や工学の研究で近代科学に多大な影響を与えたアイザック・ニュートンはその業績が認められ後に会長になった。ロバート・ボイルの空気ポンプイギリスでは1641年に新京都革命が起こり国王が処刑された。1645年頃、ロンドンに実験哲学工学者たちの科学サークルができていた。 この会は礼拝堂牧師ジョン・ウィルキンスを中心として、グレシャム教の屋敷に会合場所を持っていた。そして週一回集まって、何か実験を行っていた。一方、オックスフォードでは、オックスフォード実験哲学サークルができていた。1648年に、オックスフォードのボダム学僚の学長になったウィルキンズは1648年に、ロンドンの仲間を呼んだりした。 ボイルの法則で有名なロバート・ボイルも1658年にオックスフォードに移ってきた。1646年のボイルの手紙にはインビジブル・カレッジという記述があり、メンバーの私的なつながりができていた。1653年にオックスフォード大学へ入ったロバート・フックは1655年に医者のトマス・ウィリアムスの科学研究の助手となり、 オックスフォードの科学サークルにも顔を出すようになった。フックは、ボイルの助手として雇われて、空気ポンプなどを作って、ボイルの研究を助けた。これらの先行する科学サークルが統合して、王の直居上を得て、法人格を得て、より活動しやすくすることを狙って発足したのが、ロイヤルソサイティである。モットーは、ナリアス・イン・バーバ。これは古代ローマの詩人であるホラティウスの言葉からの、 引用で、原文は、ナリアス・アディクトス・ジュディケア・インバーバ・マジェストリ証言、しない。つまり、権威に頼らず、証拠を持って、事実を確定していくという近代自然科学の客観性を強調するものである。1660年11月28日の会合で、自然学的、数学的な実験学問を推進するためにカレッジを設立する提案がなされ、 実験哲学の育成を目的としたアカデミー設立計画が動き出した。1662年にチャールズ2世から1回目の直居状が与えられ、自然知識を促進するためのロンドン王立学会として正式に発足した。発足当初の事務局長はヘンリー・オルデンバーグ、会員数は119名であり、グレシャム・カレッジに曲がりする形で活動した。 特許法人となった王立学会は国教会の許可を経ずに役員の判断で出版活動ができるようになり1665年には定期刊行物フィロソフィカルトランザクションズが発刊されヨーロッパを代表する学術雑誌となったフックが学会の会合で見せた顕微鏡第1回の会合に集まったのは12名で 毎週水曜日午後3時に会合を持つことになった。そして会員数を55名とすることになった。ロイヤルを視していても同時代のフランスのパリ科学アカデミーやフィレンツェのフィレンツェ実験学会が国立機関であったのと違い、自発的な民間の知識の増大と普及が目的の団体であって会員の自腹の回避で運営された。会員の職業は貴族、 政治家、外交官、ジェントルマン、法律家、聖職者、内会、学者、著述家、商工、管理、商人などであって、各分や各身分に開かれていた。このうち科学者と言い得るのは、会員の3分の1ほどであった。法律学会は、民間の共同事業であるばかりでなく、非専門家が過半数を占める団体であった。 この時代は科学者という職業はなかったので、この時代の歴史に残る科学者たちもアマチュアの伝統のもとに活動していた。学会の入会金は10シリング、会費は週1シリングとされた。これは庶民には高額であった。1662年にロイヤルソサイティはロバート・フックを雇い実験主任とした。フックは1663年に会員に選出された。 当時の会費はにぎにあと効果だったが、フックは会費を免除され、毎週の会合で3、4の実験を見せ、参加者の研究を助けることを仕事にした。1664年に、学会への寄付で、グレシャム・カレッジの社会人向けの講座を開くことになり、フックが講師となった。さらに1665年に、学会の後押しでフックは、グレシャム・カレッジの気化学教授になり、 カレッジを住居とした。これらの仕事でフックは科学で生計を立てることができるようになった。アイザック・ニュートンは学会設立時に18歳だったが、チャールズ2世に望遠鏡を献上し、それが学会に回され1672年29歳で会員になった。フックが一般に名声を得たのは1666年のロンドン大化の再建事業で、 クリストファー・レンの助手としてロンドンの測量を行ったことからである。フックとレンは1666年のロンドン大化後のロンドン復興に尽力し多くの建物の設計を行った。パパンのダイジェスターロバート・フックは1677年に学会の事務局長になった。会長は名ばかりで、フックの地位は決定的になった。1679年には、 ドニパパンが発明した火力器官を使って動物の骨や肉などを柔らかく煮る実験を学会で見せるように助けた。7回の会合で続けられたその実験は哲学的夕食と呼ばれるほど楽しく圧力釜の発明となった。フックはパパンが学会の準実験就任となるように助け、パパンは学会で何度も楽しい実験を見せた。フックはエドモンド・ハリーと 距離の逆事情に従う惑星同士の引力から、その軌道を求める問題を議論していた。フックには、アイデアはあったが、証明はできなかった。また、フックは1665年に出版した、ミクログラフィアの中で白キララの白変に生じる、虹色を議論していた。そのため、まだ若かったアイザック・ニュートンと、万有引力と光学の理論で激しく対立した。 初期の毎週の会合でみんなで実験してみせるという活動は1680年代には失われてきて、現代の学会と同じく研究の報告と討論が主となった。工学者が会員として同居していてもそれは観客に過ぎなくなった。1703年にロバート・フックが死んだ後、アイザック・ニュートンが会長になった。ニュートンは死ぬまでの24年間会長にあり、 175回開かれた評議会に161回出席した。ニュートンは1710年に会をグレシャム・カレッジからクレインコートに移転することを強行した。その際フックに関係したものはすべて移さなかった。このためフックの実験機器も肖像が無行へ不明となり、フックの墓もどこかわからなくなった。1711年にニュートンは、 評議会に改革案を提示した。その内容は、会長を除いて何人も上座に着席してはならない。2名の初期は下座の両側に、それぞれ1名ずつ着席すること。品格を除く他の会員は会長の判断に従うこと。会合では会長に話しかける場合を除いて何人も死後をしても、教会の活動を中断させるような大声を出しては、ならない。というものであった。 フックが実験を見せていた時には参加者は実験に加わったり参加者の発案で実験に工夫を加えることもあったがニュートンは学会の会合を儀式のように変えてしまったまたニュートンは外国の偉い人が会長ニュートンを敬い学会を訪問して挨拶をすると外国人会員に選ぶことも始めたこれには多くの科学者が反対したが ニュートンを尊敬する人が評議員に増えると当たり前となった。王立学会は設立時には実験科学を重視した学会だった。実験科学の理念はフランシス・ベーコンやガリレオ・ガリレイによって提唱されたが、それが本格的に定着したのは1660年のイギリス王政復古後の王立学会であった。17世紀のフックの王立学会での活躍は、 ガリレオ以来の実験科学の研究の伝統を受け継ぐものだった。しかし18世紀にニュートンが台頭すると学会では実用的な実験よりも理論的な科学の勢力が増した。学会が活動拠点としたグレシャムカレッジはもともとトーマス・グレシャムが自身の死後に屋敷に社会人教育のためのカレッジとして創設されたもので大衆のための教育施設だった。 その講義では、幾何学や、天文学や、実用的学問が重視された。フックが教授となった時もその伝統を受け継いでいた。クレシャム・カレッジと共に、フックが活躍した時期の王立学会も、イギリスの数学的諸科学の本拠地として機能した。しかし、17世紀後半から、王立協会のフィロソフィカル・トランザクションズに掲載される論文では、天文学など、 数学的諸科学の論文が減少し、技術分野への関心の低下が起こった。ニュートンの登場と台頭は、理論的な科学への関心の高まりを反映することになり、1710年に老朽化したグレシャムカレッジを離れて、クレーンコートに独自の建物を持って移転し、フックの実験科学の伝統から離れていった。フックの時代の会員数は150人前後で、 推移していたが、ニュートンが会長になった1700年頃には会員数は100。学会はニュートン会長の下で1700年代に急速に会員を増やし1840年には700人を超えた。ロバート・ボイルを参照。ロバート・ボイルは1662年に学会で実験係になった。空気ポンプを使った実験的研究で機体に関する。 ボイルの法則を発見し名を残した。フックがスケッチしたコルクの細胞ロバート・フックを参照。学会の実験係、事務局長を務めた。フックの法則に名を残している。顕微鏡観察を会員に見せて楽しませ、観察記録を図版とともに、ミクログラフやとして出版した。その著で、コルクが小さな部屋の集まりであることを発見し、セルと呼んだ。 天体の精密観測にも関与し、接眼マイクロメーターの改良を行い、望遠鏡の標準の精度に関してヘベリウスと論争した。フックは自身の精密観測装置で構成の年収示唆の検出も試みた。フックの望遠鏡による精密観測はグリニッジ点問題のジョン・フラムスティードやエドモンド・ハリーに影響を与えた。アイザック・ニュートンを参照。 万有引力の法則や工学で名を残している。微積分の計算方法も発明したが、ライプニッツと選手権を争った。エドモンド・ハリーを参照。ニュートンに理論の出版を流し、プリンキピアを書かせ、出版費用も出した。ハレー彗星の発見で知られる。サミュエル・ピープスは学会の第6代会長であったが、科学者ではなかった。 ピープスの日記は1660から1669年の10年間の当時の市民生活や政治の状況がわかる第1級の資料とされる。ピープスはいろいろな実験を見たり、実験に参加したり、実験器具を購入して、つまり科学の話題を教えることを楽しみにしていた。面白いものを見たい。一流科学者と会合で同席し、同行の名士たちと同席したい。 科学やそこに集う人種の噂をめぐってコーヒーハウスで盛り上がりたいという人物であった。コーヒーハウスは当時のロンドンに200件ぐらいあったというが、そこでは政治談義から科学の話題まで真面目に討論された。コーヒーハウスでは酒は出されなかったので酔っ払うことはなかった。ピープスにとって王立学会に会費を払って実験を見に行くことは、 芝居小屋に観劇に行くのと同じような楽しみであった。当時のロンドンでは科学はエンターテイメントの一つであった。ホークスビーの起電機、内部に垂らした糸が電極が帯電すると惹かれることを示している学会の会合を儀式貼ったものにしてしまったニュートーンは科学愛好家の酸化現象を防ぐために毎週の会合で楽しい実験を見せる人を探した。そこで目をつけたのが ご副賞のフランシス・ホークス・ビーだった。ホークス・ビーは、ボイルの研究を受け継いで空気ポンプを堅牢で誰でも使えるものに改良し、そのポンプを使った実験を工夫した。1703年から1713年まで、ホークス・ビーは、ほぼ毎週、学会の例会で様々な実験を見せた。ホークス・ビーの名前が最初に記録されたのは、1703年12月15日の会合である。 1704年の会合で見せた嵐の時に気圧計の水銀が下がる原因を示す実験は1704年夏のフィロソフィカルトランザクションズに掲載された。ホークスビーは全部で53通以上の論文を学会の開放に載せた。その研究を見るとホークスビーがボイルが空気ポンプを使って研究していたことを発展させているのがわかる。 1705年の論文著者の肩書には法律学会会員と付されている。ホークス B の空気ポンプは常時賛成コレクションの一つとして現在でもロンドンの科学博物館に展示保存されている。ニュートンはホークス B が実験を演じするたびに実験主任に任命して給与を出しているが、フックのように実験主任として学会に雇われることはなかった。 ホークスビーは1706年の開放に内面に密漏を塗ったガラス球の外表面を摩擦すると光を発する実験についてを載せている。これは会員の前で演じた実験の報告でガラス球の中に水銀を入れて空気を抜きガラス球を激しく摩擦すると光を生ずるという発見だった。これは摩擦発電機の発明でもあったがすぐに注目した会員はいなかった。 ホークスビーは1709年にいろいろな物質についての自然哲学的、機械学的実験という本にまとめた。1710年と1712年にそれらの実験を有料で見せる講座の広告を出している。ホークスビーとその仲間たちは世界で初めて実験装置を使って公開科学講座を始めた。それは 王立学会の周りに厳然と存在していた身分の壁を取り払い、参加料さえ払えば身分、学歴、性別、年齢に関係なく、誰でも実験の様子を見学し、体験できる機会を提供した。JT デザギュリエ1734年、実験哲学講座の差し絵1734年のプラネタリウムの差し絵。 ホークスビーが1713年に病気で亡くなるとニュートンが次に実験演じ者として期待をかけたのはジョンテオフィルス・デザギュリエだった。デザギュリエは1713年にロンドンに移り住んでウェストミンスターのチャネル老業会の牧師となった。自宅で科学を教える講座を開けきすぐに評判になった。デザギュリエは1713年冬に ニュートンが提案した熱に関する実験を追試して学会で見事に演じした。それが評価されて1714年初めに学会の実験主任となった。デザギュリエはその主任を死ぬまで務めた。1715年にはニュートンが発見した白色光はたくさんの色の集まりであるということを示す実験を改良して学会で見せた。ニュートンはその実験によって 工学のフランス語版の図を書き直した。学会から払われる給与はしばしば遅れたり、減額されたりしたが、実験器具を自宅に持ち帰って、自分の講座を充実させて、自宅で開いた講座はますます人気が高まり、講座収入は、実験主任の年俸の6から15倍を超えた。デザギュリエは、学会の開放に論文を52通以上書いた。 1717 17年に80ページの講座の案内書、機械学的自然学講義を出版した。その講義の題目は、力学物質、力の釣り合い、運動の第一法則、運動の第二法則、玉の影と新月と半月、長石、斜面、振り子、磁石、衝突性水力学水、流体、比重、ポンプ、蒸気、潜水、小、空気の男性、 空気重工学光の本性、光の物質論、光の媒体、レンズ、アンバコとしての目、レンズの種類と簡単に焦点を求める方、顕微鏡、望遠鏡、メガネ、その他の実験である。1734年にデザギュリエは実験を詳しくまとめた実験哲学講座を出版した。この中で講座を20年間ほどで121回開いたと記している。 調講者のほとんどは数学のできない人で女性も少なくなかった。デザギュリエは数学の天文のない人に科学を教えるのはとても大変だが喜びもまた大きい。科学の発見者は自分の発見が役に立つことを見て喜びを感じるが、科学が人間に役に立つものだと聴講者に感じてもらうのは発見以上の喜びがあると述べている。 当時科学の講座を自宅で開いている人は、イングランドで11、12名いて、そのうちデザギュリエの講座に参加した弟子は8人いると、誇らしく語っている。デザギュリエは1734年の広告文で、天文学講座をプラネタリウムを用いて行うと、述べている。デザギュリエは1728年頃までは、歯車仕掛けで天体模型を動かす機械を、オーラリーと呼んでいたが、 これをプラネタリウムと改めたのである。天体模型を歯車で動かす機械はホイヘンスが1682年に作らせていたが、デザギュリエは当時の天体観測データでできるだけ精密に天体を動かせるように機械を工夫した。デザギュリエは1736年から電気の実験も精力的に行い、釣り上げた人物が帯電して電気を保持し、それを 他の物体に伝えることを演じしたデザギュリエは糸の切れ端を変電器にして物質が電気を帯びたり通したりする度合いや空気中で失う電化、湿気の効果を測っている。デザギュリエは1736年にコーヒーハウスの建物に今日移すとそこでも演じ実験を続け、1744年に死ぬまで講座を続けた。 フィロソフィカルトランザクションズ1665年版の表紙学会の機関紙としてフィロソフィカルトランザクションズがある。発会時からメンバーだったヘンリー・オールデンバーグは初代事務総長で科学者間の実験哲学や数理哲学に関する情報ネットワークの構築に尽力した。オールデンバーグは情報発信のために個人の費用でこの雑誌を1665年に創刊した。 数年後に学会の観光物となった。オルデンバーグはパリの科学アカデミーやフィレンツェ実験学会などと連絡を取り、国内外の学者に手紙を書いて情報収集や情報提供に努めた。各国の学者はオルデンバーグに自分の研究成果を報告してくれるようになった。往復書簡の通信相手は344人に上り研究成果を 学会の会合で実験してみせたり、ロンドンに来られない研究者の研究成果を英訳して会合で読み上げたりした。オルデンバーグはフィロソフィカルトランザクションズで情報ネットワークを作り上げ運営した。初期の王立学会の会長には学者のほか政治家や軍人など様々な職業の人物が選ばれてきた。近年ではノーベル賞やフィールズ賞の受賞者など その時代を代表する学者が就任する場合が多い。一般に、爵位を持つ。王立学会の会長には、PRS という称号がつく。初代、ウィリアム・ブラウンカー。12代、アイザック・ニュートンは、24年の間会長職を、務めた。24代、オーガスタス・フレデリックは、ビクトリア女王のおじに当たる。38代、デイリー教ョ,ョンウィリアム・ストラットは、 1904年にノーベル物理学賞を受賞している。ありがとうございます。